日本鹿児島県鹿児島市キーレ市総町キーレ市総町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧イブスキ群キーレ町技1総。郵便番号は891-0204。人口は371人、世帯数は202世帯。面積は8.38平方キロメートル。鹿児島市の南部、八幡川の上流域に位置している。町域の北方に、キーレ町。 南九州七蘭町長里南方に、木入前の浜町、木入聖美町、南九州市一町上、別府、西方に、南九州七蘭町東別府、東方に、木入町が接している。町域の中央部には、鹿児島市立市総小学校や、鹿児島市観光農業公園がある。交通は、町域のほぼ中央部を東西に、 鹿児島県道232号地乱機入船が通っている。また、小田大交差点で、鹿児島県道234号石垣機入船が分岐しており、イブスキスカイラインのエインターチェンジに接続している。一層では、縄文時代の縄文土器の破片が出土しており、1950年に発見された鍋尾遺跡では、縄文土器の破片や石符などが発掘され、一層、 鬼毛久保遺跡からは、末木やはじき、鉄山尻遺跡からは、縄文土器編が発掘された。1881年4月には、現在の鹿児島市立一層小学校の前身となる、木入小学校一層文校が設置され、1887年には、独立市一層簡易小学校となった。1889年の町村静止校により、木入里の区域より、 キ入レ村が発足した後、町村制に基づく区制が施行され、キ入レ村では小学校区ごとに区を設定することとなった。ただし一層簡易小学校の校区は宮坂校区のうちとされた。1988年までは、大和前の浜及び大和中名のうちであったが、キ入レ町の行政区としての一層はかねてより存在していた。 1988年1月1日に、大技前の浜及び大技中名の各一部より分割され、木入れ町の大技、一層として設置された。分割された理由として、木入れ町郷土市よれば、地区名と大技名の違いから生活に、不便や不都合が生じたためとしている。2004年11月1日に、木入れ町が、日置郡松本町、郡山町、 鹿児島国吉田町、桜島町とともに、鹿児島市に編入された。合併に際して設置された法定合併協議会である、鹿児島地区合併協議会における協議によって、木入町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、 各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である町の区域の設定及び地の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技一層は廃止され、大技一層の全域をもって新たに鹿児島市の町、 キーレイチ総町が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。